ようございます。クロノアです。クロノアです。ババ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 バジニアミリエバババババトラゾーです。マイカドスクゲーロン何ですかそれ、何ですかそれ、なんか今あんま聞こえなかったんですけど、もう一回お願いします。もう一回言うか、マイカドスクゲーロン。やっぱ僕らはないんですよ、あれが。え、何が。いや僕らにあれがないんですよ。いやなんか急にさ、なんかいきなりないみたいな。そう、僕は話し方もいっちゃったばっかり言うな、ばっかり思わない。あるしな、全員な、あるし。え、おい、マジかよ。ここでも死神くんにナイセンの話膨らませたって使えねえからな。使えないから。使えない。お前、もうなんか、やめろよ。もうなんか、不能みたいなやめろよ、それは。やめて、ほんと。いやもうさ、僕らさ、新しいゲーム探すの大変なの。擦れるゲームがやりたいということで、ネタ会議が大変なんだよね。ということで今回もうみんなでね作りました、これ。いやここ見覚えあるでしょ。もちろんもちろん、なんかここはなんかなれね、この前まで走り回ってた。しらじらしいな、お前。なんかさ、こんなうすら寒いんだね、この知らない体って。何が。え、これもう牢屋も、これ俺の部屋だよね。うん。で隣が俺、クロノアさん。待って、お俺なんかもう一つ部屋できてない。増えてる。改造しちゃったんだよね、あのゲームショー。もう使わねえだろうっていうことで。こんな感じですか。ちょっとエコーかけてもらっていい。ということで、今回からこのマイクラのね脱獄ゲームっていうのを作ったんで、はいはいはい、ちょっと今回はそれをみんなで遊んでいきたいなと。やったー。ということで詳しいルール説明なんかなんだけど、はい、じゃあ今回はね、あのペイントがルール説明の動画をこれから用意しましたんで、おーい、見ていただきたいなと思います。仕事増やすなよ。それでは VTR どうぞ。脱獄ゲームのルールを説明しよう。脱獄ゲームは看守は1人から2人、囚人は1人から5人でプレイすることのできる非対称ゲームだ。看守チームは囚人を過半数捕まえたら勝ち、囚人チームは看守から過半数逃げ切ることができたら勝ちとなる。エリアは第1エリア、第2エリア、第3エリア、最終エリアの4つあり、第2エリア以降はそれぞれに対応した鍵を探し開けなければならない。囚人はそれぞれのエリアに存在する鍛冶のパーツ1、鍛冶のパーツ2、アンカーウィンチ、ボルトクリッパーの4つを集めなければならない。さらに鍛冶は壊れてしまっているため、農場か監視塔の上にある重力で直さなければならない。またマップ上には至る所に板や窓枠がある。それらを使い囚人は監視を巻く必要があるぞ。捕まった囚人は牢屋に囚われてしまい、3秒ごとに日数が1日ずつ減少していき、0日になると処刑台に送られてしまう。処刑台からは一度だけ救助もできるが、その後捕まってしまうとゲームオーバーのため注意が必要だ。すべてのアイテムを見つけたら非常口の鍵を使い出口まで向かう必要がある。なお非常口が開くと看守側の警戒が増し、一撃で捕まってしまうから囚人は注意が必要だ。囚人は看守の目をかいくぐり、出口に鍛冶、アンカーウィンチ、ボルトクリッパーの3つを納品し、扉に入ることができれば脱出成功となる。もし最後の1人になってしまった場合、額縁に1つだけ出現するエリトラを使い、看守塔の上から逃げることもできるぞ。看守も囚人もそれぞれ各キャラクターごとに異なる特殊能力を持っている。それらの特殊能力を駆使しながらそれぞれの勝利を目指せ。はい、ということで、すげえ。やったよ、もう。まさかトラゾーがあんなことするなんて。無茶ぶりの試合やめてくれ。じゃあ今回の鬼は、いやでも最初はやっぱり、うん、慣れ親しんだ方にやってもらうのがあれなんじゃないですか。
まあそうですね。ですか、まあ、いつものスタンスかな。いつもまあ、まあまあまあ、じゃあわかりましたよ、わかりましたよ。じゃあこれはそうどうする、選ぶ、それともランダムにする。いやこれは選ぶ、最初選びましょう。みんなの番号やろっか。オッケー、そうだね、うん、じゃあ俺この10番っていうのは、これ10番、10番って何？10番っていうのも俺ですよ。え10番いたんだ。知らない設定が出てきてる。これはね、知らない設定っていうか、俺の番号ねえなっていうね。じゃあ俺は選んでください。8番だから8番番号選びます、はい、6番。お、もう心臓がバクンバクンしてる。あ、ときめきが、ときめきが止まらない、ときめきが止まらない。じゃあ行きますよ。はーい、ゲームスタート。始まりました。記念すべき第1回。おーい、なんかもう嘘っぽいぞ。嘘の匂いがするな。あれで、バグが起きてなんかやり直しになったなんて言わないぞ僕は。完成したばっかだからね。もう来てるよ。もう来てる。俺はちょっと、ちなみさん、後ろ。うわさあ早いってちょっと殴ってくるの。あー赤くなってる、誰か痛いよ。死神さんが赤くなってます。痛いです。死神さん落ちちゃおうかな。あ、嘘でしょ。キヤー、あー痛い。何嘘じゃん。どういう状況。クロノさん直して。あぶね、俺狙われました。みたいな感じだったな今。ペイントがめっちゃ高速で移動するよ。横から高速で俺のスキルで。ありがとうございます。回復しました。よっしゃー、ねえ、あもうキモ、はいはい、キモいはい、キモいはダメよ。早い。じゃあ気持ち悪い。鍵あった。お、ナイスです。どこ、ナイス。あ、毒棒、毒棒、あ、毒棒ね。ちょ、うん、ねえ助けて、助けてよ。ありがとう、ありがとう。回復して、回復して、監視の位置が見えるよ。回復してよ。ねえ死神くん、回復してって。助けるって言ってんでしょ。回復してよ。痛い痛い、体痛い。だから助けるって。こっち来てるから、こっち来てるからね。田原、ペイさん、え、直してあげる、直してあげる、直してあげて、直してあげて。うわーちゃん、うわーちゃん、うわーちゃん、うわーちゃん。悪い人さ、他にも人見えましたよね、トラゾーさん。え、あ、ごめん、ペイントだけ警戒視力だからちょっと目についちゃった。クロノさんがスキル使って場所見せてくれてたのに。いや、じゃあ、あれはね、8番のね。あ、8番の能力か。そうそうそう、ロイヤー入れてられたら見えるやつ。まずいな、逃げ、逃げろ、逃げろ。とりあえず俺、鍵持ってるんでしたっけ。あ、持ってる。どこにありました、鍵。じゃな。あー、よっしゃ、ナイス。クロノさん、どこに鍵あった。毒棒に、カジモ、カジモ、あ、カジモ見つけ、おはい、オッケー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 、あたしさん、いやいや、任せて。いや、お前なんか味方みたいな話っすね。来ちゃダメだな。ロック解除中。待って、なんかバクバクしてるわ。うわうわうわ、はい、いった、鍵あった。オッケー、鍵開けてる開けてる、今開けてる。つってつって死神、頑張れ頑張れ、解除、ナイス。さあ、次だ、次のステージ行こう。次のステージだ。トラゾーさんが来る前に気をつけて。いや、自己回復しちゃおう。カジ1個入れとくね。死神のキャラ6番強くね。まあ、自己回復は強い。回復がね、ずっと追いかけてきてた。ちょっとトラゾーさん、ちょっと緊張感欲しいんで、ちょっと監視っぽくやって。あ、ほんと？緊張感欲しい。おい、8番！やばいやばいやばい。怖いな。やばい。何もしてませんよ、ゲーム作業してただけです。手に来てくれたじゃん、ララララ、下見ただけは言えない。そんな人だったっけ。そんなんだったっけ。あ、こっち来てる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 。おい、8番。なんですか？お前のことを殺したくなってきた。ちょっと待ってくれって。中国捕まってんの？僕19日。あ、やばい、日数が減ってる。クロノさん、そしてあのキッチンの前のチェストに、はい、あれがあります。階段、第3エリアの鍵。了解。クロノさん、そういうの捕まえてないな。やめてよ。今どこ。そうだよ、クロノさん狙ってよ。ここにいんだ。あ、なるほど。ちょちょパチョ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 パチョ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 パチョチョチョパチョ、はい。投げ、よしよし、よしよしよし、ありがとうございます。なるほど、ペイント、そっちに逃げたか。火事を修復する場所にアンカーウィンチ。なんで分かってんですか。見えるんだよ。ペイントさん逃げて、ピー、ピー、逃げてほしい、ピー。あ、誰誰誰誰誰。うわー、なんで
え、ちょうど目の前通ったよ。出た、ハチミツ入りの瓶だ。あ、出た、最強アイテム、豪華なハチミツ入りの瓶だ。豪華だ。あ、待って、ハチミツ入りの瓶飲んでるんです。あ、足早いな、ペイント。逃げ足だけは早いんで俺。なんでもなんか心臓のバクバクが止まらない。これペイントナイスだ。ナイス、大丈夫かもしれん。ナイスすぎるぞ、はい、バカせえよお前。ペイントになんでお前自分から入ってきたんだ。お前ナイスエリア来ました。ナイス。ちょっと待って、クロマーさんだけ捕まえてない。ちょっと、そんなられるもんかね。俺っち今17日です。やばいね、ペニス減り続けてますから。俺このまま死んだら。うわ、避けた。うい、うわくそー。ナイス。いや、ちょっと惑わされかけた今のは。いや、このまま俺このまま行ったら俺処刑で遅れされちゃうから。やばいねこれね。やばいな。そうそう、日数が怪しくなってきた。一回見るよ。はい、そこね、まだ大丈夫そう。あそこでーす。ありがとう、強いそれ。間に合うかこれ、間に合うかこれ。結構ね、長いんだ俺。6番じゃないから。長すぎん。オッケーオッケーオッケー。あー、うわー、びっくりした。なに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 。いや、死神さんが急にっていうか、死神さん違うでしょ。え、おう、囚人マーク6番。6番が来るか。なんで囚人に注意されてんだよ。ごめんな、ムッツリ。ムッツリ。あ、違う違う違う。コードネームムッツリ。どんなコードよ。やばい、来てる。いや、なんか俺がようやく殴れたぞ。キューバ狙われすぎて俺の能力全然使えてない。仲間を助けるのがすごいのに。あ、はい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 。仲間に救われてるな今の。俺仲間を助ける速度が、牢屋から解放する速度が速いから。そうですね、ペイント様だから捕まっちゃダメです。ただただ俺足速い人だからね今。どこにいるこれ。クロマさん、ワープちょっと前のところで行ったらもうキューバーから、よし、キャンプしよう。キャンプしようやめて。おいおいおい、あ、いいのかな、その間に俺いろいろと見つけちゃってますけど。あ、いいのかな。ペイントさん、今こそ助けに行く時間です、ペイントさんが。そうだよ。あ、そうだそうだ。ただね、俺の能力を使う時が。ロイヤーエリア前はね、ある程度の時間にいると追い出されちゃうから。そうですね。ここには。そして俺の第3の能力、虎像が、うん、誰か捕まってると、うん、監視の位置が俺は常に分かる。あ、確かに。ちょっきー。ちょっと、あれ、分かってるんじゃないの。見えてるのに、つっかえました。はい、もう秒秒秒秒、もう俺の早い早い早い、救出が早いね。おー、すごい、よかった。みんな、あ、やべやべ、悪い、俺死んだ。やべ死んだ。ペイントさん、どういう状況今、大丈夫。ペイントがさっきからさ、俺の目の前に急に現れるから。ねえ、やばい、早く行けるこれ。いや、僕が行かないとですよね。初めてさっきさ、ペイントとさ止まったもん、お互い。保健室の奥のさ、なんか資材置き場みたいなところ、はいはいはい、あそこにボルトクリッパーがあってよ。やば、クロマーさん、あのやばいやばい、あのナンバー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 、一枚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 、頼む頼む頼む、間に合って間に合って、ナイス。うわ、ついでに俺、ついでに俺取る。俺が助ける、オッケー、ナイス。やばい、俺も残り2日なんだけど俺。ちょっと一回回復しようじゃん。きついきつい。8番、クロマさん見れないですか、敵の位置見るよ。8番、オッケー、やばいやばい、逃げろ逃げろ逃げろ。火事って完成したんですか。してない。あれマジで。とりあえずじゃあ俺第2エリアで火事探してきますわ、はい、第1エリアの火事は持ってるんで。でこの話も全部続けなんだよね。監修にさ。そうなんだよな。おい、右上の監視マン、監視ミュートマーク、どこ行っちまったんだよ。もう全部聞こえてるかも。全然ないんだけど、そのおじさんが言ってたやつ、どこにあるの。ボルトクリッパーはあの奥のところよ。どこの奥よ。あった、あったでしょ。おお、どもどもどもど。証明しようとする。いや待って、全然肉音が聞こえない。あれ肉、あ、
はい、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 火事がないね。火事がないんだ。あとあ、お風呂って誰か見ました？あった、火事あった。ナイス。あのキッチンの狭間のあのドアのところの奥の。了解了解、はいはい、あの2つ。あー、ばあちゃん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 、なんで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 さっきがペイントと出会うんだよ俺は。びっくりして今完全に交通事故起きてたよ。右左確認して。お前そっちだよ一時停止は。びっくりしたよ今。非常口の鍵は見つかってない。あれ、よしよしよし、まだいいぞ。今入れて修理中。ナイス、了解。ん、見つけた。うわぁ、なんで。うん、ちょっと牧場集合、牧場集合集合。なになになに、なんだい、どうしたどうした、どうした。あ、わかった、いちいち入れないとダメなのか。あー、いちいちじゃないとダメなんだ。まあ、だそうだよ。当たり前じゃん、ペイント。僕の手元は違うよね。僕は違うよね。だって集合させられたもんね。僕は違うよね。そうだね。まあでも死神くんまだ日数あるからな。そうだよ。まあそうですね。多分次送ったらもう死んでた。お前本編で俺の日数たくさん削ってるから。3番3番。オッケーオッケーオッケー。ういよー。非常口の鍵がない。あ、ナイスだよ。ほら、どこだよみんな。非常口の鍵がなさすぎる。非常口の鍵は第3エリアにあるからね。第3エリア、はい。とりあえず今もう火事は作ったんで。え、監視塔も見たんだよな。どこだよマジで。今回は非常口鍵はない。オッケー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 。やばいやばいやばい。足も痺れたし。よいしょ、痛ーい。知らなすぎ。正座でやってるか。ダメージ来てるけど大丈夫かい。あー、クロナさんそっちに逃げちゃう。はいはいはい。あー、ちょちょちょ、あったあった。ここここここ、シュネ君、ここ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 に非常口の鍵。さあ、でもあのアンカーウィンチ、あ、持ってます。あ、持ってる。クロナさん、あ、今クロナさん助けに来ます。あー、お願いします。誰か非常口開けてくんねえかな、ワンパンなのに。これダメで、ワンだから非常口開けるのは最後ね。みんな揃ってからね。オッケーです。オッケー、もう僕全部持ってます。オッケーオッケー。おい、いいのか、クロナさん助けないと死ぬぞ。やばいぜ。やばい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 。あと5日あるんだろ、任せろ。あ、ペイント、こんにちは。あれ、一瞬だから。早く逃げて。もういい、クロナさん強い。クロナさん、これ無理だろ、これ無理だろ、クロナさん、これ無理だろ、これ無理だろ。待て、頼む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 、よっしゃ。ナイス、マジか。今カバンのつもりで牢屋の前にいたけど、ナイス。クロナさんは液体だった。そういえばそうです、猫ですから。ちょっと迷ったな、怒りを使うか。あ、これクロナさん、ちょっと待って、クロナさん、かばってかばってかばって。イエー、ありがとう。俺が見ようか。どうですか、開けていいですか。開けていいんじゃない。オッケーです。あ、開けていいの。オッケー、開けます。からもう回復は意味はなくなるからな。しねくん、とりあえず荷物だけ入れてくれる。全部入れます、全部入れます。見るよ今場所。待てー、上がってきてる、上がってきてるよ。オッケー、クロさん来てる、来てる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 。うわ、忙しすぎ、忙しすぎ。こっから、こっからどう行こうか。こっからだね。うん、よし、俺はまず、え、嘘でしょ。クロナさんでしょ。さあ、だがクロナさん、はい、おっしゃ、ギリギリ。危ねえ、危ねえ、あと1日だった。ギリギリで、ギリギリ神プレイしてる。神プレイ。いや、これで、うわ、死神ちょっと待って、死神ちょっと遠いかも今。ごめん、もう僕逃げちゃおった方が良かったな。あ、待ってたらね。待ってたね、死神さんは。3番です。やばい、みんな仲間思いで。仲間思いなんだ、お前。足跡も見える。そっちか、やばいか。そっちか。嘘でしょ。クロノアさん、嘘でしょ。クロノアさんだけはいただけよ。あ、お、ちょちょちょ、全然落とせない。みんな逃げてくれ。死神くん、どうするこれ。ジョバスボックになっちゃった。処刑台送り、はい、死神ラストだ。ありがとう、ラストチャンスだ。お前まさか。
残念だったな、トラゾー。ヘビは俺だよ。ヘビは俺だよ。あ、待って待って待って、普通にいるからね。うわあ、死に神さん待て。どこだ、どこだ。黒沢さんは生きてるの？頼め。ナイス。ナイス。すげえ、ギリギリで。黒沢さんはどこにいんの？逃げた？もう今後ろにいる、後ろにいる、後ろにいる。一緒に行きましょう、行きましょう、一緒に行きましょう。どうする、どうする、これ。居場所わかりますか？いた。あ、そこね。お？そこねってことは反対側だな、これ。やばい。ん？じゃあな、トラゾー。何？いないだと。おーおーおー、頑張ってくれ。わあ！見つけた！うわあ！嘘だ！ああ！うわあ！クロノアさんだけでも逃げてくれ！クロノアさん。すまん。ペイント。俺は逃げるぜ。うわあ！ペイント。うわ、今行くぞペイント。やばい、あそこで正面ショット。よかったよ、最後の最後また正面ショットするのが俺でよかった。これ見たことある。死神くんが脱出できてよかったよ。え、待って、初なんじゃないですか、動画の中で。ハチマ、何ですか、最後に言い残すことあるか。クロナーさんと死神くんの無事を祈ります。さよなら。いや、でもまあまあ最初にしちゃ2人クリアできたのはいいんじゃないですか。そうですね。死神さんをね倒したかったけど、いや死神くん、俺もう、あ、もう日数見て、あ、死神くん間に合わないと思って即座に、あ、もう待ってたんだね。待ってた待ってた。うんうん、ありがとう。でもありだ。次誰呼びますか。うん。おい、立候補しろ、逃げんのが楽しい気持ちになるな。うん、まあ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 、でも後半の方がハードル上がるっていう意味では僕やっとこうかな。まあ、まあね、でもね、あの実際あの監視側って感じだしね、新谷くんは。僕監視側って感じしますか。だって俺たちの日数減らしてくるし。そういう意味合い。そういう意味合いでも監視なんだ。違うよ、僕は囚人という仲間として君たちの日数を減らすことに喜びを感じてるんだよ。監視よりやべえやろ、性癖が、性癖がすごいなこいつの。